にちは、シトーレイです。前回に続き名古屋特集なんですけども、今回はお店っていうよりも何ていうのかな、複合施設みたいな感じですかね。いろんな人が関わって一つの箱を作ってるみたいな、ちょっと名古屋ならではの空間があるんですけども、そこに行ってみたいなと思います。こちらです。ドーン、アンイーブンハブストアになります。でかいっすね。でかいんですよ。とにかく中もすごくね、でっかくて、いろんなテナントさん、お店が入っているって感じですかね。うん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。安井です。安井さんです。はじめまして。さあ安井さん、早速なんですけども、はい、このお店、お店というか空間ですね、はい、これはどんな空間になるんですか？名古屋の西区で郊外になるんですけど、はい、要は広いスペースとか空間の中でいろんな人たちが楽しんでもらえるような空間を作るっていうので、もう総合施設として作ってる。総合施設、はい、ショップですね。で、はい、安井さんのお店と、はい、あとはあっちの方にカフェもあったりとか、はい、あとはこっちに他のお店なんですよね、はい、そうですね。いろんな人たちのその重なりがお客様の想像をちょっと超えるっていうのを、うん、そのみんなでその絞り出していこうっていうのが、この総合施設の重なりの、まあ、強度になってますね。ローカルも大事にしつつ、はい、みたいな感じですね、はい、だからローカルだけではなくて、まあ、なんかこう例えば東京も大阪も海外も、うん、まあ、心の距離が近ければ全然成り立つよねっていうので、うんうん、あの東京の人にも海外の人にも協力してもらってるイベントとかもやってますね。なるほど、はい、心の距離っていいですね。心の距離大事だと思います。大事、はい、じゃあ早速、はい、安井さんのお店こちらですね、はいはい。ここは何ていう名前の空間になりますか？ここはもうアンイーブンハブストアっていうそのメインの部分になるんですけど、基本メンズとレディースの、まあ、ファッションっていうセレクトショップのコンテンツになります。中心がセレクトショップ、はい、橘です。橘さん、はい、よろしくお願いします。このお店のコンセプトみたいのってどんな感じなんですか？ストリートからカジュアルからすごいラグジュアリーなものからいろいろあるんですけど、そういうのがもう全部混ざって特定のスタイルとかそういうのを限定しない、いろいろ自由度が高いようなセレクトショップになります。置いてあるブランドは日本のブランドが中心なんです。日本のデザイナーさんのブランドが、うんうん、今16、7ブランドぐらい、16、7ブランド、ね、そのぐらい入ってます。安井さんがブランドを選ぶ基準って何なの？はい、昔からのつながりとかが多くなったので。心の距離ですか？心の距離ありますね。まあでも取引が長いところだともう本当に20年ぐらい付き合いある。はい、うん、そういうのがベースになって、で最近はもう新しい彼女たちの世代みたいな、うんうんうん、ところでブランドピックしたりとかもしてバランスを取って。安井さんが一応長いブランドはちなみに何になるの？長いブランドはそれこそアンユーズドさんとかもそうだし、アンユーズドさん、はい、うんうんうん、あとはサスクワッチファブリックスさんとかもそうだし、うんうん、サンシーさんとか緑川とかももう立ち上げからずっとやってる、うんうん、おしゃれ男の子が好きそうなブランド、ちょっとこうテンションが、はい、ここら辺は MASU ですね。はい、お人気だよね、はい、ちょっとあの若者世代とかの田村さんの世代の、はい、ここら辺は、はい、ここら辺がサスクワッチファブリックスとか、あとねペンテスさん系ですね、うんうんうん、はい、サスウェステイトとか、アケピー好きそう。好きですね、はい。靴とかだったらどんなのがあるの？基本的にはデザイナーさんのオリジナルを取り扱ってたりとか、あとネペンテスさんがシューズの分野では結構おすすめさせていただいて、それこそニードルスとか、あとは、まあ、ちょっとレディースも。これは、はい、これ緑川ですね。と思ったー、はい、思ったー、あの垂れてますね。垂れてますね。はい、垂れてますね。こちらサンシーだったりとか、サンシーも可愛いですね。まあ、その東京のデザイナーズさんで僕たちとこうフィット感がいいものをピックしてる。うん、あとあれじゃない、あの何？高宗くんのベルベットのね。シモンスターザーにある。ベルベット、はい、ベルベットさんオリジナル初めて出してんの、はい、そのパンツです。え、ベルベットっぽい。ベルベットです。下北ですごい行きたい店があるんだけども、はい、めちゃめちゃ硬派なのよ。めちゃくちゃでもかっこいいんですよ。そう、かっこいい。で僕らもリスペクトしてて、たまにイベントとかやってるんで、うん、オリジナル出してると思ってなかったからびっくりしちゃった。オリジナルなのかな、はい、初めてファーストピースです。へえ、はい、これはブランドが、うんうん、ロドリディオンっていう、ロドリディオン、ロドリディオンです、うんうんうん、2年前くらいに始まったんですけど、ネペンテスがやられてるブランドさんで、もともとビームスボーイってやっちゃった須藤さん、はい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 、須藤さんがデザイナーでやってる。そうなんだ、めちゃくちゃパワフル、パワフルですね。ちょっとメキシコっぽいね。なんかそうですね、紐かな、色合いといい ね。
みんな大好きニードルズだったりとか、うん、でこっち側はウルもいいんですよね。 いい人が作ってるんだろうなって感じ。ウルも僕はもかなり初めから取り扱っていて、うん、なんで僕らぐらいのジェネレーションの方のブランドのピークになりますね。そうだね、うん、本当いろんな世代広いですね。そうですね、10代から 4,50 代くらいまでバッといける。でも全部そのファッション好きの好きな、うん、そう今っていうこの瞬間がやっぱ大事だなと思っていて、うんうん、その今の時代をきっちり反映した服、うんうん、ファッションっていうものが僕らも提案したいんで、うんうん、まあその要素ってジェネレーション関係なくやっぱりデザイナーさんの熱量だったりとか その人そのもののパワーだったりとかするんで、うん、ここら辺はこの辺りはここがバイエイチっていうブランド。これもなんかまた色気のある感じの。スタイリストやられてる林道夫さんという方がデザイナーやってまして、うん、すごい才能を感じるんですよ。カッティングとか寸止め感っつったらあれなんですけど、うん、もっと足そうと思ったら足せるし、うん、もっと削ろうと思ったら削れるはずなんですけど、うん、ちょうどいいんですよ。あ、でもちょっと言ってることが分かります、はい、大人が好きなおしゃれの寸止め感、こういう日もあっていい。なる、はい、なんか分かる、分かります、分かります、はい。こっちはちょっとテンション高めな、はい、バリッとバリッとした感じの柿渋で、柿渋なんだ、パキパキですよ。ここ500なんです。これでここ500なの、はい、ジャンジョウのもので染めてるので、うん、パキパキになってだんだん着ていくと馴染みが良くなってくる、ね、人選ぶけど好きな人はずっと着るっていう。そうです、10人に1人でいいです。ショートもあるよ、はい、そうです。すごい好き。才能がすごいあるんで、やっぱりちゃんと服作れる人っていうか、うん、まあ、熱量高いよね。からの、はい、入ってすぐ左手前ですね。次は、うん、ダルさんです。はい、私実はオーナーの方が共通の友人がいて、で すごい素敵な女性だよ、名古屋に来たら絶対行った方がいいよって言われたお店だとかびっくりしました。早速です。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。すごい勢いで来ました。私早かったね。アタックされるから、私も。改めてお名前聞いてもいいですか。はい。ダルの水谷美智と申します。水谷さんです。よろしくお願いします。コーヒーをよく。コーヒーいただきました。飲みながら行きましょう。飲みながら行きましょう。複合施設ならでは。飲みながら取られますか。僕後からいただきます。開けてくれる。両手塞がっちゃうから、ね。完全に開けてありがとうございます。はい、早速なんですけど、はい、水田さん、このお店のコンセプトをお伺いしてもいいですか。はい、もともとダルは洋服のブランドから始まったんですけども、うんうん、そのデザインってなんだろうみたいなことをずっと考え続けていて、うん、やっぱりデザインって人間人の生活にこうちょっと寄り添っていろんなことを解決してくれるものなんではないかなっていうのを、うんうん、こうずっと思い続けていて、器や生活の雑貨もダルっていうフィルターを通してみんなの生活がちょっと面白くなったりしたらいいなと思って、このお店を出しました。水谷さんの思う素敵なものが揃っている空間、こっちが水谷さんのブランド。はい、今日着てるタンクトップもしかして。あ、そうですね、これはもう初期の頃の、うん、これと一緒かなと。はい、近いデザインに毎年こう、うん、同じようなデザインなんですけど少しずつ改良したり、うんうん、こう生地を変えたりいろんなことをして作っていってます。これはクリエイトクレールさんっていううちのスタッフの先輩が やられているブランドなんですけど、セレクトをしてやっております。うんうん、シンプルなものだったりとか、はい、質がいいですね。そうなんですよ、うん、愛知県がちょっとその岐阜寄りのところに行くと、うんうん、旗屋さんとか縫製職人さん、裁断屋さん、すべてがここの愛知県で完結するっていう地産地消みたいな感じ。そうです。だからすごい生地感はこだわりがあるなというのを感じますね。服以外もこんな感じ、はい、どこから見る？器がすごい、器ってコップ、グラスがすごい綺麗だなと思ったんですけど、はい、こちらは最近始めた黒川雅之さんっていう方なんですけど、うんうん、こんな色気のあるグラスを作れるのはやっぱり黒川さんのかっこよさが、このポコってしたところ、あ、そこをちょっと膨らますことによって、うん、傾けた時に水流が起きる、鼻に香りが上がりやすい。あ、そういうことか。はい、あとはおしゃれおしゃれだなって思ったら現地パイあったからなんか名古屋かで良いわって。食べますかコーヒーくれるわ、パイくれるわ、本当に実家帰ってきたみたいな感じじゃないですかお米とかもあるんだ。そうです、それはダル米、ダル米、
たものすごく美味しいです。完全無農薬でやられてるんですけど、うんうん、もう一粒一粒虫が食ってるのは避けたりして、これを使って毎月1回あのおにぎりの日っていうのをこの施設でやったりもして、うんうん、何でもできそうだねここね、心の距離が近ければ痛い痛い痛い。こっちはちょっと硬派な感じですね。愛知県の瀬戸市で登記をされているキムホノさんっていう陶芸の方がたまたま愛知県でお願いしてやっていただいている。これはちょっと面白いですけど、これは何なんだろう。これはあのキムホノさんが作ったサーカスっていうテーマで、うんうんうん、あの焼き物を焼かれた時、さっきの裏の器の人と一緒。一緒です。え、全然テイスト違いません。これはこれでご飯食べてます。ご飯食べるんだ。あ、結局これ、はい、これだよ。ご飯、はい、カレーじゃない？あ、まあそういう使い方もいける。うん。で、なんかちょっとあの箸置きとかで。最大限に。虫等の適当が出てきたよ、本当に。そのキムホノさん、この施設を作るときに、はい、頑張れよって言って陶板を焼いてくれたのが、はい、これが一応8枚入ってるんですけど、うんうん、僕らの精神的支柱です。頑張れってこう背中を押されてるような応援メッセージみたいな。で次は水谷さんの隣ですね、1個奥のお店になるんですけれども、はい、ここはですね、はい、またちょっと雰囲気が全然違いますよ。まあ、ヴィンテージのものを集めたバサハウスっていう、一応スイムスーツデパートメントっていうあの豪子さんっていう方がディレクションをしている、東京は神宮前にお店があって、福岡は太宰府に3店舗目っていうことでここの名古屋、すごいでも状態いいというか、ここら辺はもう本当にデッドストックのアメリカの輸出向けなんで、ちょっとサイズが大きいんですよ。確かに多分瀬戸で作って、そのアメリカにこう輸出をして、その愛知県 の, その戦後を支えた輸出産業だった。ちょっとそのアメリカのいい時代の色使いとかデザイン、あとサイズ感っていうので、ここら辺の食器はみんなそうですね。かわいいもの、ちょっとこう土臭いものがあったりとか、メキシコとか南米ペルーとか、なんかそういうヴィンテージのものも混ざってたり、ヨーロッパのものもあるし、アメリカのものもあるし、日本のものもあります。多国籍感いいですね。やっぱり編集だと思うんですよね。いいですよね、これミクスチャー感がある方が、これはコーヒー飲むよ、これはジュース飲むよ、これはお水飲むよ。こういう一部グラスとかはオリジナルで作ってる現行品ですね。ティッシュカバーとかもオリジナルで展開されてるような、まあ、生地自体はちょっとデッドストックだったりとかもするんですけど、あと豪子さん最近福岡をベースにも 2カ所拠点で福岡をベースにもされているので、あのオンタとかはその九州の古いものとかがちょっと最近増えてますね。いろんなものがいいね、この異なるものをぐちゃぐちゃ合わせてるのに統一感があるっていう、うん、アンティークオブジェクトでもファッションでも、もう視点は一緒で、その自分らしいものを自分が選べるかっていう、うん、その好きに対してちゃんとあれですよね、自信持つことですよね。そうですね、僕は好きだけどこれありなんかみたいな感じじゃなくて、僕が好きだからこれでいいみたいな、ワンマンでいいと思ってます。あれだね、自分の好きに背中を押してもらえる場所ですよ、ここは、はい、うまいこと言ったうまいこと言ったで、安井さん、この、はい、もう一個奥は、これはどんな感じでしょう。当施設2つイベントスペースがありまして、うん、こっちはあの小さい方のイベントスペースなんですけど、月で月側あのこう入れ替わっていく感じで、手を噛む大野さんっていう方にですね、あのニューメキシコのスーベニアショップをイメージしてイベントをやってもらってるっていう、はい、インディアンジュエリーみたいな感じですか。そうですね、ネイティブアメリカンのジュエリーがベースになるんですけど、その生っぽいその現地の空気感とか、現地の人たちのかっこいいよねとかいいよねっていうものをちょっとこう凝縮して展開しているアイテムですね。で、こういうジュエリーもありつつ、そうですね、お土産品みたいな T シャツだったり、エプロンだったり、こういう、あ、いいですね、こういう感じの、夏はこんな感じですね。はい、いいね、いいね。なんかこれが多分日本のマーケットに寄せてないのがいいなと思っていて、多分現地の人本当にかっこいいって思うものと日本でかっこいいって思ってずれるじゃないですか、うん、で向こう寄りにしてます。ちょっともしスケッアーミーのパンツなのかな。そうですね、これキャベラスっていうアメリカのアウトドア、うん、屋さんが展開してる、うん、本当のハンティングプロショップのハンターの人たちが着るようなアイテムなんですけど、それをファッションに普通のパンツの上にこうやって貼ってる。そうです、そうです。で、迷彩服として分かんないようにすると、はい、分かんないように鹿売ったりとか、あれもですね、テンション高っていう、はい、こういうものをちゃんと日常的なファッションに提案して、うん、
なんかそれがちょっと今っぽいよねっていうのができるものっていうのがかっこいいなって思って、うんうん、提案してますね。次は入って右側ですね、はい、カフェですね、はい、これはそうです、ご夫婦でやられてるカフェで、うん、淡いっていう店名なんですけれども、はい、コンセプトとか彼らに聞いた方が名前が淡いというんですけども、あの間と書いて、はい、時間の間ですね、間と書いて淡いと読ませて、うん、昔はそう読んでたみたいなんですけど、あのなのでコーヒーとかお菓子が美味しいのはもちろんなんですけど、うん、お客様と話したりとか、うん、あとはその人とコーヒーの間とかその人の日常の間みたいなものが少しでもこうちょっとでも豊かになるようなあの店にしたいなっていうのでその名前になっているので、だからこのカウンターが距離が近いんですね、おしゃべりしながらコーヒー入れてみたいな、なんでお寿司屋さんのカウンターみたいなのをイメージして作っていただいて、なるほどなるほど、あの長く6メートルで作っていただいて、おお長い。今ちょうどなんかラッキーなこと一人いないんですけど、さっきあの地元のお母さんたちがワーキャーしてたのが超可愛かったの。なんか良くないですか？なんかそのおしゃれな空間だからおしゃれピーポーだけじゃなくて地元の本当普通の人たちがなんかこうコーヒー飲んでゆっくりしてお友達と喋るみたいなあの空間が超可愛かったの。月に何回か週末がそのレストランが来たりとか、おにぎりやったりとか、そうそうおにぎりやったりとか、なんかあの食っていうのもすごくこういろんなお客様に喜んでもらえるコンテンツなんで、その自分たちも挑戦っていうのもあって、あのキッチンスペースをある程度何でも展開できちゃうっていうか、すごいね、食やりたかったらっていう。どうしたいですか？いやなんかあの本当に名古屋でしか見られないお店だなって思っていて、なんかこれがすごい良かったなっていうのと、あと心の距離ですね。そうですね、ありがとうございます、うん、あのいろんな人たちにここを見ていただいて、で何かこう想像をちょっと超える仕掛けを僕らも頑張ってし続けるっていうので、はい、はい、また名古屋来た時はぜひぜひ行ってもらえたらなと思います。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、じゃあねー、ありがとうございます。